こうやってこうこうしてこう回転。ダメ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 。キャップとウサギさんのレアも出たよ。なんかいる。どこいる？どこに？下にいない？え？下？あ、いる！下にいる。歩いてる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 。うわあ！ジェフリー。どうしたんですか？あー、すいませんね。前回寝てから埋まってしまったんですよ。なるほどなるほどなるほど。はいどうも、はいどうも。あ、噂すればマルンさんどうしました？何の噂？マルンさんって素敵な人やなっていう話をシュガピと2人でしてない？そうなんですよ、もう本当にいい人で、うん。BMC ガチャ100個でお願いします。はい、100個お願いします。なんかクリームソーダよいしょ。てかマジで40億超えてたな。てか昨日 BMC にまとめて10億ドカって渡したけど、それなかったら50億ってこと？カジノやん。白カジノやん。いや、カジノは白か。そもそも。でもまあ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 、のんびりのんびり、のんびり細長くやっていきたいから、正直このぐらいのタイミングで、落ち着いてきたタイミングで、まあ、衣装とか、まあ、その辺追加したり、並行でもう一個やって、その間にもう一個裏で、なんか、次のガチャ、もう、走り出しておくのが一番いいんだけど、ちょっと一旦ステイで。ストグラ年表、2024年版があったら、1月部門マジでノミネートされたいわ。カニメイトショック。いやーでもなー、こう使い道がこう少ない人とかからがっつりこうあれして、これをどこに消すかだよな、マジでむずすぎる。一旦給料としてみんなにお金振り込みたいね。なんかギャングと警察が多いから、そこのあれも別にあんまいらなさそうなのもウケるな。例えば、カニメイト協賛でレースイベントで賞金1億出すとか、なんかそういうなんかちっちゃい、日頃ポツポツって起こるイベントに価値をつけてあげるのは面白いかもね。したら、その主催する人も人が集まって嬉しいだろうし。で、まあ、1億ドンって出して、1位5000万、2位3000万みたいな。だったら、まあ、5000万っていう額は、まあ、確かに高いけども、稼げない額ではないから、いい感じになるな。レースが一番手っ取り早いかな。レースが楽しい人が集まるから。普通に運転できない車みたいなのでレースさせたいな。ピーナッツみたいなのないんかな。シンプルにボクシングとかでもいいな。なんかボクシング新しいの追加されたんでしょ。まあ従業員何人いるんだ？ 5、6 人？ 7 人？ 6 億ぐらい1人渡せんのか。でもな、6億渡したらな。ってなるよな。何もやってないってなるもんな。みんなは絶対に。そんなもらえないですよって言うもんな。それはそれで難しいんだな。ああ、私、あと市長がもういるから、市長に相談するか。市長来ねえかな。みーんなガチャしてる。はあ、でも、いい感じ、いい感じ。みんな楽しそうで何より。ですから出る者もいれば絶対出ない人がいるんです。はい。あとジェフリー相談があります。昨日を BMC の方々1人1億円ずつ合わせて、10億円、ご協力ありがとうございましたという形でお金をお支払いして、今ここにもう残ってるお金は我々が使って大丈夫なお金なんですけども、
ああ、そうなんですね。はい、42億円あります。どうしたらいいですか。あのですね、私から提案できる内容が一つあるとすればですよ、はい、やはりまあやはりカニメイトですから、はいはい、まあ、ある程度のその何でしょうね、やはりカニが運営している以上は、まあ、ちょっとその、まあ、言い方あれなんですけど、ちょっとラグジュアリー感というか、はい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 、まあ、ちょっとその何でしょうね、まあ、高級とほどではないんですけども、はい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 、まあ、ボロいものじゃないもので乗って移動販売とか、あ、あとはそのいい、ね、まあ、その車用の、まあ、移動する、はい、その空を移動するものを買って、あの市にお金を流すという手もあったりすると思うんですよ。あ、確かにめちゃくちゃいいですね。だから、まあ、とりあえずで、あの自分の読みですよ、これは、はい。アメリカで経験してきた読みであるとすると、多分1回目を超えるガチャは多分ないと思うんですよ、はい、売上的に、はいはい、絶対にそうですね。なので、平均化をしていくと、多分今後はそんなことないと思うんですけど、1回目が今すごい跳ねてるので、その部分は結構多めに、あの市とか、もっとガチそういうあの外部にあのしっかり流してお金を回るようにするのがいいかなと思ってるんです。はい、まだディーラーとか、うんうんうん、まあ、ただ、あれなんですよ、カニ、あなたがディーラーなんですよ、実は。そうなんですよ。問題ですよ、これは。すべてここで稼いだこのものがカニに戻っていくという不思議な、全部戻っていくんですね。でちなみに BMC の方に1億円ずつ配った後、BMC の方はガチャ箱を買っていきました。やっぱりあれなんですよ、だみんな金をもう求めてないんです。そうなんですよね。いや、そうですね、あと車両とか。お、そうだよね。 あ、いらっしゃいませ。オーディ、いらっしゃい。ガチャ、うん、何個。うーん、どこがいいかな。まあ1日まずは50引いてみてから様子を見るのも手ですよ、うん、今日当たる日とかありますよ。そうですね、当たったらさ、何がいいの。お答えできません。あなたはこの町の人を好きって思う人いないでしょ。いない。じゃあお答えができません。好きな方はでも本当にいないんですか。なんかこの方ちょっと遊びたいと思う方とかいらっしゃるんですか。いない。じゃあお答えできません。お答えできません。我々はその質問には、すいません、これは。でもまあ確定なことを言えば、 SR の西野さんを当てたら脇尾さんが買い取るとおっしゃってました。え、買い取るの本当に。はい。俺持ってる SR 西野。あ、じゃあ買い取る。いや、それ早く売った方がいいですよ。売った方がいいですよ、早く。いくら。いや、わかんないです。何億かなんじゃないですか。なんか買おうって言ったんだ。うん、なんか2億5000万で買った人もいるし、まあ西野さんのやつではないけど、なんか7億でなんか値がついたみたいなのも聞いたことあります、ね。まあ、すごい取引がされてるようですよ。はい、あ、そうなんだ。はい。当て得じゃん。じゃあ一旦100個。100個。1500万になりますか。大丈夫ですか。高いけどいいよ。はい。まあ、もうお金じゃないでしょう、あなたは。あれ150個。あー、間違えました。いや、それはそっちが悪いね。どうするんですか、カニ。サービスありがとう。やっぱここサービスもしてくれるんだ、はい、いいね。2000万で請求を切りました。おいおい。いや、でもやってるな、うまい。でも500万円分、いや、500万円分あれなので、注文を受けいたしますよ。やってるな、500万円サービスされてるんで大丈夫です。ガチャ50連お願いします。わかりました、はい、500万になります。よし、50個か。はい、デイリー50個分と BMC。 この店員さんどれですか。ん、これはジェフリーですよ。ジェフリーさん、ジェフリーですよ。そうだ、ヒッチコック。あ、もう近づいていただければすぐ分かりますよ。え、どれ。ジェフリーですよ。今のがあれか、ジェフリー。はい、お、飛行機プレートだ、かわいい。フィッサージェフリーです。ジェフリーさん、僕ら知ってるジェフリーさんではないか。Excuse me, there's been a problem here. Can I ask you some questions? 間違ってる、間違ってる、間違ってる。違う。間違ってる。ヒューマンエラーが出てる。心の声が、いや、すいませんね。すっごいシステム的な感じになってる。パッチノートを今すぐ。ロボット？ Excuse me. あ、すいません。Excuse me, there's been a problem here. システム的な感じになってる、心の声が。なんかロボットかなんかですか？ボット人？あ、すいません。いや、人の心があります。人の心があるから殴るんです。そうなんです。すいませんね。そうなんですよ。人の心があるからジェフリーは殴れるんです。いや、時間内に字幕を用意できなかったんです。字幕？だからこれで今、しのごうとしたんです。
しかし、かえってみんなからそういうのを受けてしまいまして。なんかすごい安い翻訳みたいな。いや、そんなことないでしょ。しっかりお金かかってますよ。話してる英文が全部一緒だしな。それしかないんじゃないか。いや、そんなことないですよ。何この人。他にないでしょ。他のパターンみたいな。ジェフリーさんの兄弟？そんなことないです。私は実はそのジェフリーさんという方に会ったことがないんです。あ、ジェフリーヒチコックか。じゃあこの町に警察の人2人いるってことか。あ、そう、警察ですよ、ジェフリー。そうですね。いや、私は歴史としたアメリカの警察ですから。おー、ちょっとあれなんで着替えてきますね。いや、マジで警察らしいですよ。あ、そうなんだ。うん、ガチ警察なんだ。ガチで警察なんですけど。ここにいていいのか。いや、でも警察車両…あ、ほらほらほら、警察。すいません、普段がこんな感じなんですよ。ちゃんと警察だ。すごい、会ったことない。いや、おまけ、あの、お見かけしたらよろしくお願いしますね。あの、結構パトロールしてるんで。あ、本当ですか。そうなんだ。あの、さっきも、あの、今、ついさっきも人質になってきました。今度助けてください。あ、無理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 。もちろんですよ。あ、無理無理。ジェフリーの車120キロしか出ないから。そうなんですよ、追うことにはあんまり長けてなくて、捕まえてからが本番なんです、こっちは。あ、なるほど。そうなんですよ、フルカスなんです、実は。フルカスで、フルカスで120なんだ。そうですよ。やばすぎる。電気自動車だって言われてエンジンスワップができないって言われたんです。あー、でも捕まえてからが本番ですから。捕まえられないっていう。そう、捕まえられない。一生矛盾と戦ってる子なんです、この子。戦力外じゃん、戦力外。まあ、いつか捕まえたらその時ですから。まあ、犯罪者たちは逃げて回った方がいいですよ、うん。残念ながらゲラが2人集まっちゃったっぽいですね、ここに。止まりませんよ、余韻が。残念ですね、はい。じゃあ、お二方ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、またよろしくお願いしますね。何この面白い字幕の人。字幕の人。対応します。そうなんですよ。ジェフリー音楽も好きらしくて。うん、そうなんですか、はい、かなりもうバンバンですよ。はい。かなりバンバン。今度は弾き語り喫茶店開くから来てね、じゃあ。はい、ああ、もちろんですよ。何ポップでしたっけ。ああ、ピーポップですね。何ピーポップって。うちのアメリカの方の元所長がですね、やっていた、そのあ、レアマキピ、ポリスポップと言いまして。ポリスポップ。世界に流行らせようとしてたんですけど、その、まあ、警察のその、あれですよ、女性の警官の方々を集めて、歌って踊る演歌ユニットをやるとしていたんです。演歌のポップじゃないんだ。そうなんですよ、まだ流行っていないんであれなんですけど、これから流行るぞって、はい、いうところでやっていたんですよ。四つ打ち演歌ですもんね。四つ打ちです。四つ打ちなんですけど、たまにブレイクビーツになりますんで。なるほど。そしたらあれなんですよ、だからただそのピーポップを流行らせようとしたところで、私がそのボスを、まああれですね、所長を射殺してしまったんで、もうそれは流行らないです。あ、そう、所長を射殺してカニメイトに来たんです。そうなんです。警察なんだよね。私がだから今アメリカの所長なんです。そんな上がり方なの、やだな。まあ諸行無常の人なんとか社会なんで。銃社会ですね。銃社会。あと何ですか、弱肉強食ですか。すみません、あんまり四文字熟語が得意じゃないんです。じゃあ使うな。最初から使うな。じゃあトライすんな。トライしようとしないでよ。やっぱりチャレンジ精神が大事じゃないですか。はい、大事ですね。弱肉強食ですから。使いたがりじゃん。もう諸行無常で、ピンポンディレイですから。はい。だからもう、諸行無常わかるの、諸行無常と弱肉強食しかないの。あとは、杏仁豆腐とか。四文字熟語じゃないじゃん。麻婆豆腐とチンジャオロースですよ、そんなの。終わってるマジで。カニさん、どういう教育してるんですか。いや、これ英才教育ですよ。英才教育から始まったっすからね、四文字熟語好きは。四文字熟語はできますから。はい。カニさんだ。あー、こんにちは。さくやさん、さっきぶり。いえいえ、さっきぶりです。ジェフリーさん、やばいよ。やばいよ。いや、とんでもないです。
カニがすごいですから褒めてないよジェフリーさんってこのガチャにいるジェフリーさんですか、いやもう全くの別人なんですよ実は。違うんですか。一切関係ないし、あの居合わせた時にあの当日あのだからすごい声をかけられたんです、あなたがジェフリーですかと。もう全く違いますよとお答えするんですそうなんだ。ガチャにいるじゃんジェフリーさん。そうだよ。でもなんかあの一人二人やっぱりいるんですよ、嘘つきだと。私がジブリだと言い張る人間がいるんです。でも私は関係ないんです。私は初めて知ってました、知りましたがそれを。まあそうだよね、そうなんですよ。まあね、ジブリさんじゃないか。そうなんですよ、だから関係ないんです私は実は。うん、確かに髪色違うしな。全く違いますよ。だから見た目骨格も違うしね。なんかもう全然違いますからね。なんかね、スタイリッシュ、かっこいい。あっちはちょっともうちょっとごっつい感じ。そうだね、わかる。筋肉質って感じするよね。うん、うん、うんもうちょっと日に焼けてますもん ね。いやまた引きに来よう。うわ、いやもうぜひ引きに来てください。また待ってます。はい、スーさん引けた。まあ引いてる最中なんすよ。何個買ったの。デイリーデイリー 100?50 かな。あ、50か。うん、でも引いてます。ジェフリーさんの話を聞きながら。ジェフリー本業は大丈夫なんですか。本業ですか、はい、パトロールに関してはもう全然今もう静かですから。はいはいはい、はい、あれですよ。だから客船も別に何にもないですし、はい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 、ユニオンも特に行われてませんし、オイルリグもなんか静かですし、毛穴からの発砲も特に出ていないですね。毛穴あ、そう、たまに毛穴からの発砲通知で。そうなんですよ、向かうんすよ。つい先日病院の方から通知がありまして、向かったらなんか話を聞き込み調査をしたんです。はい、そしたらキラメキーラという女性の毛穴から発砲があったと。9ミリでしたっけ？9ミリ弾。そうなんです、9ミリ弾だったんです。はいはいはい、ピストルとか、はいはい、そこにだからその落ちてまして、調べたんですけど、明らかに見たことがないような銃弾のタイプのその9ミリ弾だったんで。まあ、これは新種だと思って今だから検知の方に流してちょっと確認してもらっています。こんにちは。はい、ちょっとここに来るのも初めてで、あれ説明してくれます。I can speak to you in English if you want. おめでたい。 Yes please. Okay. ガチャガチャ、 Do you know what ガチャガチャis? 俺が翻訳したるわ。ガチャガチャ、 Yeah. So yes, you know what gacha gacha is? Yes, I do. Okay, we basically have gacha gacha, which is like a BMC collab. Oh, BMC collab, right? Yes. Yeah. So if you're interested, Senju Kannon, do you know? One gacha gacha is 100万円. I mean, just, sorry, my bad. 10万円. 10万円だぞ. 10万円. Up to 50. okay. Well, I'll start off with 50 then. Okay. So that will be 500 yen. 何て言ってるか全部わかるよ。 Okay. Okay. 銀行強盗するには違法ハックラプトップが必要だからそれを作らないと。 How did you know I can speak English? I know. From your accent. From my accent, okay. Yes. And your dialect and everything. My dialect. Yes. なんか悲しいな、ちょっと。チェイスは、no, it's everything's good. チェイスは角を左に何回も曲がるといいぞ、okay. みたいなこと言ってる。I'm just gonna get you some, get the invoice, right? Okay. 10万、100万、10万、100万。そうそうそう。あの、アメリカの一番偉い人、okay. 警察で。そうなの just let you know, Like、just make it, yeah, don't just like tap uh-huh. away, because sometimes it just, speed gets lost. Yeah. Oh, so wait until the gacha gacha is gone. Food, drinks, and kanbachi. 全く同じこと言ってる。ああ、なるほどね。オイルリグの話ずっとしてる。うん。で、オイルリグの話ずっとしてる。And, okay.Okay, that's all. Thank you. No worries. 頑張ります。オイルリグの話をずっとしてる。いやもうオイルリグは本当に大変なんですよ。ずっと空を飛び続けないといけないんで、警察としては。全然もらう。そうなんだ、最近突っ込んでくるけどな。 Can I help you? No, I just bought. It's okay. Okay, that's good. ガチャ回しながら話してんだろ。そんなことし、なんそんなことしてないよ。そういうことですか。そうだよね、ちゃんと人の目を見てこうやってやってるよ。そうだよね、人店員よりもガチャですからね。まあでも商品なんでしょうがないです。
何この BMC のやつは。それは芳香剤といって、あの鼻の穴に詰めるあのとてもあケツンいい匂いがするんですよ。ジェフリーに対応してもらいな。ジェフリーケツンが来た。大丈夫ですか。